ぱ怪我に背負ってて初めてよかったなって完全制覇した人間がダメになっちゃダメだ、まあ、もう全部あの時のことは覚えてます、まあ、はっきりあの感覚も全部。ご覧ください、鍛え上げられた一体と毛ガニが完全に一体化して見えております。ユーザさんというその頂上を到達することができるでありましょうか。秋山テンポだ、これはいいテンポだ。さあ残りあと10秒、残りあと10秒、これはいけそうだ、これはいけそうだ。止めよう、いやめよう、秋山さんの一では卒業という おはようございます。今日はよろしくお願いします。今日は5時起きで、いつもは4時なんですけど今回この10年ぶりにサスケに出ようと思ったきっかけっていうのはどういったところですか？ここ2年ぐらいですか、霜降りのせいやさんが怪我に背負って出てるのを見て、リスペクトへの思いを今年も込めました。怪我にのせいやで剣山、霜降り明星せいや、怪我にも取るやないか。自分も現地で見てみたいしっていう気持ちもなんか出てきて、僕のテーマ曲が流れてきて、あれと思って、ああもうやっぱもうずっと引退して出てないから誰かテーマ曲取られちゃったのかなと思ってそしたらせいやさんだったんで、ああ一緒に怪我にしょったら面白いかなとか、ぜひ出てみたいと思って、ちょっと応募っていうかお願いして、はい、練習してきました。どれくらいトレーニングされました？期間的には10ヶ月、はい、ちょうど去年の放送終わった後ぐらいから少しずつ、いやこんなことやってたのかなって本当に思いますね。昔見えないとか見えてるとかっていう範では、あのサスケに出てる以上は関係ないんで、だからクリアしればそういう同情もされないと思うんで、自分の力でそれを証明します。今回やる上でも大変そうだなってとこありますか？影響そのとこってやっぱ暗くなってきたら、はい、見づらいのは昔より見づらくなってるんで、自分は目の前だから問題ないです。ただあの動きがどうなのか得意ではないですね。ああいうなんか重なり合うとなんかどれがどれだか分からなく、見えちゃう。とりあえずは第7ステージクリアして会場が盛り上がってくれる、嬉しいです。じゃあね、行きましょうか。懐かしいです。いやなんかドキドキうわ、来た、秋山さんが来た。いいや、まさに1999年すごいです、すごいですね。いや、また見つめる。あら、秋山さん、何時に来たの今日？怪我人のせいやさんと怪我人さんと笑いと帰るかな久しぶり、久しぶり。緊張しない俺が、ね、あれと思って思わせたら、今まで応援とかしか来てないからね、引退してから、まあ
あ、山田さん。そのまま。そのまま。ちびっ子たち。ちびっ子。それよりやな。何年ぶりよ。いや、いつもテレビで見てるから。そんな感じ。俺が引退の時や。ここ変われへんよな。変わらんね。あ、シュミレーター来た。いやー、オールスターズ、ね、やっぱ嬉しいよ、俺はやっぱこのメンバーでやりたいよ。いつも寂しいんだよ、俺。オールドスター、ほんまのオールドスターズやってやりやしょうよ。山さん、おはようございます。あー、森本君。おはようございます。いつもね、LINE ありがとうね。質問して。おはようございます。いや、調子？調子いい感じです。はい。一緒に出れて本当に嬉しいです。秋山さんはどうですか？コンディションは。体やっぱすごいっすね。体だけね。すいません、ちょっと車通ります。これはすごい。ちょっと頑張った。いやいや、これちょっととかいうレベルじゃないですよ。でも10ヶ月じゃ足りんかったね。まだあと1年あってもよかったかな。いや、もう相変わらずストイックな先輩で。いや、思いっきり、まあ、できることはやったから、はい、失敗しても、出し切れればね。これを疲れたか分からん。そんなのな、なんか、いいツーショットだね。このツーショットなかなか見れないからな。急がない。ほんま？簡単できてんの？すごいね。あ、すごい。あ、いいやん。何や、どうした、やった。でもやっぱりやるだけだって、うん、つけるとこまで行きたいな。あ、でも雲見てます、ね。よろしくお願いします。ありがとうございます。14番だから早いね。早いね。来ちゃった。で、驚かせてやろうと思った。熱くなすきだ。決意地上100メートル運転モンキーバーズ第2位、着地の練習図が進んできたと同点に語りました。迷わず出ていった。サスケの王者ラドステージに行った。速いぞ速いぞ。小林足でボタンを押した。サスケは怖い、そう痛感したそうです。新たなるエリア、2つ目、3つ目、4つ飛んだ。今朝もさ、LINE 来てたけどさ、一応スルーしとこうと思ってさ。絶対きっかしも元だな。ずっとね、合宿もね、一緒にやったりして、本当に練習一緒にやってきたし、ほぼ同い年だしね。どちらが最初か、お話しします。秋山さん、小林さん、秋山さん、小林さんが年上なのに話しかけてきてくれて。あ、すいません、設計お願いします。3997の秋山です。あ、すいません、ありがとうございます。お、すごいすごいですね、この番号。これが5桁まで行くまでみんなに頑張ってもらわないと。もらっていかがですか。設計もらうとなんか気が引き締まる感じしますね、やっぱり。やっぱもらう瞬間っていうのがいいですか、サスケの鉄拳。やっぱり始まるなっていう感じはしますね。何番？僕は、あ、山田さん次です。はもうちょっと、まあ、完全制覇者がこの後ずらっとやるから、リラックスはできたんですけど、本当の結び方っていうのを知らんからね。自分でアレンジせんの。こんにちは。ちょっと長めに切ってもらっとこうかな、はい、夏のカニはちょっと離してもらってます。冬のカニはくっつけてもいいですけど、すごいですよね、甲殻、ね、類の臭さ。甲殻類の臭さ、すごい恥ずかしい時ありますもんね。これ
ど真ん中にボーガスはい、そう、乗って早い早い、もう次のものが行ってから乗らんとおう左来たはいはい遅いよ、今度はいはいそう、そのタイミングってやってあんま寝れんくてで、パン慎重に、慎重に行こう、うん、ゆっくりゆっくり、ね、慎重でいいよ、まあ、パンパンパンと行かんでいいよここまで行けば、もうね、うん、そうあれだよあんだけあそこで練習してからこっちで落ちたら何もならんからね今日着てきた T シャツは自分が最後に引退した時の T シャツまた戻ってきたぞ思い切って今持ってる自分の力を出し切れればいいと思います、はい、頑張ります頑張ってください、はい新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。